f m ギノワンパッドキャスト世の中はどうでもいい話であふれている色恋のタやラ落下流水そんなことはどうでもいいじゃないかさあ始まります f m ギノワンどうでもラジオ さあ土曜日の六時でございます。始まりました。どうでもラジオ。どうでもラジオ。はい。はい。MC はですね、FM ギノワンのおじさんってよく言われます。はい。四十五歳、独身。はい。バツイチ。そこまで言うんですか。山内です。山内と言います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい。そして FM ギノワンで。 スタッフをしています。え、二十九歳。二十九歳。二十九歳。バツイチ。バツイチじゃない。えっと独身。独身。独身はい。あらさんのマナミンです。よろしくお願いします。<laughs> マナミンです。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、えこの番組はですね、ポッドキャスト用に FM ぎのうんポッドキャストを立ち上げて強化していこうじゃないか。はい。ということで。うん えー、今週からですね、このポッドキャスト用番組をやっていこうと、はい、いうことで、うんえー、スタートし,しました、まましたね、このどうでもラジオ、はいはい、コンセプトはですね、特になく、はい、あのー、まあ、どうでもいい、世の中はどうでもいいことにあふれておりますので。<laughs> はい、<laughs> 私の人生もどうでもいいことにあふれてますね、<laughs> <laughs> 寂しい <laughs>。 しょっぱなから泣けることをさらっと言わないでくださいね。あのどうでもいいことばっかりですが,、はい、ですがただねその人の色声沙汰とかあの浮き沈みとか、はい、不倫とかあの不祥事とか <laughs> なんとかの発言とかあったじゃないですかうす、ねはい、そういった話はもうどうでもいいじゃないかと、はい、うんよりね。はい 僕たちこそより本当のよりどうでもいい話をしていこうじゃないかっていうことでどうでもいい話はいいと思いますよ幸せになるからねはいと思いますなるかなあなると思いますよ本当ですかあの事務所で話しててもさっきあれ学びんだからね事務所でだってキャンチがいてもあんな雰囲気にならないじゃん帝王がいますからねそうそうです 私たちの事務所には。そう、はい、どうでもいい話のですね、女王と帝王がいますから。うん、はい。<laughs> はい。え、さあ、そんな感じでですね、ちょっとあのー、まあまあ、毎週テーマを決めてね。はい。ただ、フリーで話していって。うそうですね。で、ポッドキャストに上げてですね、うんえー、再生回数が伸びるかなと。はい。リスナー層が増えたらいいなっていう。そうですね。あの。 今まで FM 着の案を聞いてなかった人とかがポッドキャストから入ってくれるかもしれないっていうそうなんですよそういう古速な手段をだから音楽も一切書けないしそうですねあのオープニングはもうあれ「ひとっフリー」のやつですからねそうですねお声もオリジナルでそういいでしょあれかっこよかったです でしょうかねあのオープニング、皆さん聞いたと思うんですけど、ま反応がないいい声だったのに、ね <laughs> <laughs> 文言がちょっと、ね、聞こえ,聞こえそうですね、ね、まあ、そんな感じでお送りしていきますが、はい、このポッドキャスト聞いてる方、もしですねあの何かの間違いで、ですねポッドキャスト僕らの聞いてしまった。 はい、方々にちゃんと説明しておかないといけないんですけど、うん、これはですね「はい、FM ギノ野湾」というラジオですそうですはいラジオのポッドキャスト、はい、ということであのー、ギノ野湾市沖縄県ギノ野湾市普天間基地があることで有名ですけどね、はい、そこでやっています,す FM 祇野湾ノ野湾市といえばまあよくアーティストもライブするコンベンションセンターがあったりとかああはいはいはい、はいはい結構 本土の人からしたら有名なんですかねそうでもないんじゃないですかそうでもないです、うん、素通りだしねあギノアそっか素通りチャタンに行きますもんねそうそうそう。だから今ねなんとかしようっていう感じでやってますまあまあまあそんな感じのラジオです、はい、あのー、そうですラジオの、えー、番組でこのうちの番組がですねこのツイキャス そしてライブでもやってますもちろん電波でもね今放送してるんですがえー、っとまあ割,割と珍しいのかなと思いますポッドキャストのために番組をやって、はい、電波ツイキャス YouTube ライブは 2>,、はいえー、2の次みたいな感じですか <laughs> これ一番豪華じゃないですかそうなんですか <laughs> あのはい電波使ってでツイキャスで配信もして YouTube もやって ポッドキャストでも聞くんです、ね。ああ、確かに全部だね。はい、モール。全部載せ。はいはい。ええー、ぜひですね皆さん、えー、このポッドキャスト聞いてる皆さんもしよければツイキャスとかね見てもらって参加できますので。はい、そしてメールも募集しております。はい、メールアドレスは七九七アットマーク fm 技能ドットコムです。はい。そしてこれが第一回目のどうでもラジオですがどこまで続くかわからないがやってみようという、はい、あのー。 ね感じでございますがえっと第一回目のテーマ発表して、はい、いきましょうか 1> 第一回目のテーマはこちら、はい、空港ですはい空港,空港ですなんで空港だと思いますか僕ですか <laughs> はいあのね誰かが空港ひなんて行く人いるのみたいな発言を芸能人がやったんですよねはい ししましたね誰だっけあれあのー、あの金髪の金ローランドローランドそうそう,そうロ,ーロ,ーローランドが空港に目的もなく行く人いますかって言ったんですよテレビで、うん、いるわけないさみたいな感じでしょいるんですよ <laughs> あ俺はローランド寄りなんですけど、はい、そうですねはいだからその空港で話せますよっていうのをローランドにぶつけたいというはい そうですねローランドとあと、うん、まあこの空港の,あの楽しさを知らない人に伝わったらいい, <laughs> い,いなと思います空港は遊びに行く場所ですよ、うん、観光 <laughs> <laughs> それはだから、はい、前もね実はこれ朝の番組でもやったんですけど、はい、羽田だったらわかりますはいあとセントレアだっけでっかいのあ港、セントレアちょっと行ったことないので わからないんですけど。<laughs> 空港マニアに。<laughs> これはあの旅行に行く場所によって空港変わるじゃないですか。あでも、まあ、私が行ったことある、うん、鹿児島空港もすごい楽しいですし。<laughs> 鹿児島空港。<laughs> はい福岡空港も楽しいですし。一番地味じゃないですか鹿児島空港って。 違いますよあのまだ新しくなってないよね、僕、何年か前に行ったんですけど、一応、鹿児島空港はまだ新しくなってなくて、昔の那覇空港みたいな、いや、でもそんな、今の那覇空港と一緒くらいいじゃな一緒って言ったらあれですけど、だ古さは古いと思いますよ、でも広さは大きいですよあ広いけど、ほら、なんか別に見どころがないっていうか、あありりまますすそそううなの足湯あるし。 <laughs> はい、足湯あるしお土産屋さんたくさんあるし何、うん、かいいですよ鹿児島空港もでも鹿児島空港で考えてみれば外で景色見たことなかったなって今っ今ですね、はい、鹿児島空港の良さがですね、はい、ほぼ伝わらないこれ行った人にしかちょっと <laughs>。 じゃこの番組どうなるんですか。那覇空港にして行った人しかわからない。楽しいんですよ。那覇空港やっぱり沖縄なので私たちは那覇空港の良さも伝えたいですね。そうですか。那覇空港もさ長いはできなくない？いや那覇空港長いできますよ。 あそ,うそれこそあの国,国,国際線ターミナルと国内線ターミナルがつながったじゃないですかつながってあこれは行った方がいいですよつながったので,つつたで 2>, え2年前とか,かあじゃあ行ってるねあれ <laughs> あ一1年前かな <laughs> このつながったところに、うん、新しいお店もたくさんできて。 今まで沖縄に入ってなかったお店とかが無印とかが入ったんですよ、えー、空港に無印があるんですよでも無印はメインシティにもあるよ <laughs> 空港にあるんですよ空港にちゃんとで空港用の無印<ー> <laughs> 空港用の無印って何が違うんですか、あのー、空港に来るる人たちが求めてるもの 例えば何空港に来る人が求めるものって何だろう <laughs> あの、旅行グッズあ、トラベルグッズ飛行機の中であ,<ー>あのー、なんですか寝るときに使うこの、ま、じゃあ国際線とかにあるのあ国際線寄りですね確かにあ無印無印国際線寄りにありますねとかがあります <laughs> 無印っこですけどね <laughs> おっしゃったのまああのコメントもいっぱい来てるのでちょっと紹介していきましょうかえっと一番武蔵さんじゃないねえっとレニーさんだねこんばんはかっちゃんかりウしさんそしてなるとらさんなぎしきさんえ一瞬おはようって言っちゃいそうなほんとねおはようって言いそうねシーサーさんそして沖縄 T シャツパパイヤーさんカープボイスさん おはようございます。はい、おはようございます。言っちゃっていっていね。本当ね。こんばんは。え、はい。えーっとですね、カリウスさんが沖縄あギノアン市に関して、はい。すぐわかるなら沖国に減りが落ちたよね。ああ落ちましたね。あれでももう十年。あれ結構はい。十年ぐらいになるかもしれない。もっとかな。もっと行きそうです、ね、もっとだね。二十年ぐらいになるんじゃないかな。二十年はいかないんじゃないですか。 でもさ僕があそうだ、ね、1718年になるんじゃないかな僕はまだ20代だったと思いますおー、えー、カープボーイさんが今ポッドキャストは「南部アワー」と「爆笑問題のカーボーイ」とっていますあとは「チャットステーション」結構じゃあポッドキャスト聞かれてる方もリスナーさんの中には ももととと多いいんですすかねだと思いますよこのポッドキャストってやっぱり僕なぜポッドキャストに注目したかというと、はい、やっぱこれからまた伸びてくるであろうメディアですからうん,うんあのながらができるからねあそうですねそうそうそう聞きながら聞きながら選択したりうん聞きながら聞きながら何ができるゲーム聞きながら 本読め、本読む,本読むのは難しくないかな <laughs> どっちも頭に入ってこないんだよなそうですねでもこうやってアーカイブ残るまあ今までも残ってましたけど、うん、youtube になんかこういう音だけっていう形でなんか残るってなったらちょっとまた緊張しますねそうっすか <laughs> <laughs> 多分。ん <laughs> してないでしょ <laughs> してますかうんはい多分。<laughs> えーっとですねそしてパパイヤさん来てますよこの間空港でジャズフェスやったけど、はい、お客さんたくさん来てました、えー、おすごい羨ましいですね空港で働きたいくらい空港んで、うん、空港で働こうと思わないでよでももう <laughs> そうですね <laughs> <今><今>空港関係者も今いっぱい来ますからあのス、はいね、りスりしに行かないでよはい ちょっとニコニコはしますけど<あ>、はい、最近はやっぱ嬉しいですねこのおかげさまで他の番組にも空港関係者がたくさんいらしてパイロットとか客室乗務員とかあとなんですかあの整備士さん整備士さんねもう楽しい日々です <laughs> はい。えーはい、ジャズフェスやっ,っていい,、ね、いいね、はい 空港別にお酒も飲めるもんねなんかお酒飲む場所にもしたらいいなってどういうことでああでもいいんじゃないですか空港にバー作ったらいいんじゃないですかねバー作ればいいのよね外人とかありそうだけどないのか暴れるからねああそうかよくからったら人に迷惑かける人もいますからねああそっかえらんほうがいいかうんまああったら素敵ですけどねうんそれはでも素敵な人たちが飲むと素敵になるよねあそうですね 素敵素敵じゃない人って言ったらちょっと語弊が飲み方がさほらちょっとね<ー>素敵じゃない人居酒屋風に使っちゃだめだよってことですねそうだねう <ん S 1> フード出さんけばいいんじゃんか <laughs> そういう問題ですかでも空港の中たくさんあの飲食店もありますあるからねはい,はいえーっとですねレニさん毎朝成田空港に行くアクセス特急に乗ってるのにということです <おー S 1> 肉感だけ どういうういことだろう空港行きの、うん、なんか特急があるんですかありますよね。ありますよね。モノレール成田はちょっとまた遠いじゃないですか。うん、私も1回成田に東京にいるときに成田に行ったんですけど、うん、あれは高速バスで行ったのかな,な遠かった <laughs> 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 なのでちょっとこのアクセス特急ちょっとわからないんですけど。わわねねわかんない、ねうん、僕はよく 神奈川にいるときはバスで行ってましたねバスで空港に空港に沖縄帰るときにバスでバスが楽なんだよねバス楽ですね、うん、確かにシーサーさんほとんどの空港は出発カウンターが2階だけど那覇空港は3階なんだよね、はい、そうややこしいですよねわかりますわかんない <laughs> ちょっと外が面白くてああもうさ <laughs> こっち閉めとくか <laughs> <laughs> いまあ、はい、いいんじゃないですかあっちあっちまあこの今ポッドキャスト収録放送してる日は、はい、あのバレンタインの前日ということでそうですねバレンタイン僕まなみんからしかもらってないですけど、はい、あれは一応バレンタインに換算してくれるんですか <laughs> それは学びに次第じゃないかあーそっか僕あれを義理とは思ってないですけどああ、はい、じゃあどうぞ本命ですよねあれ <laughs> あれ本命だったらちょっとやばくないですか <laughs> なんでなんでやばいのあれ,あれ駄菓子みたいなやつですよ <laughs> <laughs> いやもう気持ちは僕はもう本命で受け取ってますけどああじゃああれ本命ではいじゃはいえーっとですね羽田ではチョコレートのフェアをやってるって、はい、えへ、ー、え あすごいは空港でもそういうのやる時代なんですねやっぱ羽田とかはさでかいし<ー>人もいっぱいいるからねはいあ羽田で思い出したんですけど、うん、東京いる時に羽田空港であの羽田空港で、うん、大抽選会みたいなのがあってそれの派遣バイトをやったことがあってはい、はい、あの ガラポンのスタッフやりました何のあれですか抽選なんかお土産とかで買ったレシート合計何円で一回回せますよみたいなやつ空港でそんなのやって空港でそんなイベントがやっててああっすごいねはいあれのスタッフやりましたね那覇<は>、うん、空港はそういうイベントやらないのかな那覇空港は確かにあんまり聞かないですね,ね一応広場あるじゃないですかあるある,あるあ広場でたまに何かやりますよねあそこね青森の城を決めるときに あっちで決めるんですかそうそう、ミミリが出た時、あっちで投票したんですわからんねあっちでなんかやっても良さそうですけどね、ラジオの公開放送しますあ、やるかギノワンがなんでギノワンがでやるんですかねあ、ギノワにおいでみたいなあ、そう、いいね、観光協会とあ、いいじゃないですかおいいかもねはいこれは、よしゆきさんにすぐすぐ言っとくか、やりましょうっつって なんか目玉の人ジョニーさんとかあおお宜氏湾市宜ジョニーさんって知ってますか皆さんですね、うん、誰知ってるんだろう <laughs> 沖縄あってことですかまあ沖縄の有名人沖縄,のあ沖縄の有名人うん沖縄の有名人ギノワンはやっぱりさっきまさっきまさん <laughs> なんで笑うんですか。今なんかちょっとああちょっとはいまあまあ次きます。はいええカリスさんそもそもがまなみ昔のノハクこ知ってるの建て替えられてもう二十二年前でしょ。ああ私知ってますよ。なんで？私ちっちゃい時から飛行機乗ってるんですよ。ええその空港好きだったんだ。空港好きまあその時はまだ空港好きっていう多分。 概念がないんですけど、うん、あの私の父が鹿児島出身なのでうん、うん、毎年その父の実家に里帰りをしてて、うん、なのでもう0歳1歳くらいの時からはもう飛行機乗ってたみたいです<ー>でその時やっぱちっちゃい時ってまだあの新しい空港じゃなかったのでうん、うん、覚えてます行ったの覚えてるんだ覚えてます一応なんとなく風景も覚えてる、はい、覚えてます普通に相当 ちちっっゃくてボロかったよね <laughs> 今の那覇空港すごいもんね、はい、今の那覇空港とは全然違う、ね、2階建てぐらいだったはずよですよね、はい、しかも2階もちょっとしかないわけよそもそも規模がちっちゃかったですよねうん、うん、平屋みたいなはいなんか平屋の長屋、うん、なんていうのあのー、プレハブみたいなああ<ー>この工事のさ、はい あれみたいだ <laughs> 今、外に FM 祇園の外には今工事現場が広がっていますが <laughs> <laughs> 工事のあれみたいだよね。でも、なんかこの子どもの遊び場みたいなのは楽しかった記憶があってこれ、多分前に「モーニング・エイト」でも話したんですけどなん,かなんかレゴブロックで遊べる楽しい場所があったんですよ <laughs>。えー であっちで遊んだ楽しい記憶がすごい残ってて、うん、で新しくなってからは子供の遊ぶはないじゃないですか正直まあ今はあるのかな今あるよあのなんかさ今何がありますあーそっかなんか乗るやつおもちゃのおもちゃの100円入れてとかそっか,か,そっか今の子たちはその時代 <laughs> そうーセンみたいなのが <laughs> 私がちっちゃい時はもうブロックで遊ぶのでもう十分楽しかったので。 そうだよね愛海はね、はい、あのブロックがめっちゃ楽しかった記憶があるんですよだ <laughs> かそれでめっちゃ覚えてます何かと混ざってんじゃないですかいや楽しかったですよブロックかブロック楽しかったと思うんですけどね誰かいないですかねこのポッドキャスト聞いてる人で那覇 <laughs> 空港のブロック楽しかったツイ <laughs> キャスでもいいんですけど那覇空港にブロックあったって覚えてる人いますかねえー、っとじゃあ 続いてこんな感じで進めていきますから、はい、皆さんぜひぜひお付き合いください。ええナルトラさんから来てます。なはい、あ与那国空港ののどかサップリはどこかの田か駅のようだよ。ああ与那国まだ行ったことないですね。僕行ったけど覚えてないなあ。覚えてないんですか。印象に残ってる空港ってあります？やっぱでかいとこ。なはなはじゃない東京羽田とか、はい、関西。 あ、関西、はい。関西。でも、大東島の空港も印象的ではありますよ。デージーちっちゃいわけ。はい。新しいけど、ちっちゃい。新しいけど、ちっちゃい。石垣とかもそうですね。<ー>離島の空港はちっちゃいですよね。あ、ちっちゃいですね、確かに。うん、それこそ、あの、さっき父が鹿児島出身でって言ったんですけど。うん、種子島なんですよ。はい,は,いは,いはい、はい。種子島の空港。あ、来てました。あ、函館マウンテンさんだ。うん。 種子島からロケットに乗って宜野湾に着きますかって着きません。きっと着くかもしれない。着かないんですよ。ロ <laughs> ロケットは宇宙行くんだよ。はい。通り過ぎますね。<laughs> <laughs> <laughs> あでその種子島空港が、はい、あの今でこそ新しくなって、うん、荷物の受け取りがようやくあの何ですかあの自動のベルトコンベアになったんですよ何年か前ですけど。 でその前は私が小学校とかの時は手渡しだったんですよあれあれみたいなそうそう離島そんなよねあですよねですよねでそれが普通で種子島空港ではなんかこのスタッフが一人いてはいはいあの青いカバンですみたいな分かる分かるでもそうですよねああじゃあ離島はやっぱ全部そんな感じ大体そんな感じだと思うまあ今はもうベルトコンベヤーがおかげさまで鹿児島に鹿児島あ種子島に あ種ねがし鹿児島空港はもっともっとありますよ鹿児島空港上等ですよ鹿児島空港はそんなもんじゃないですかわかんないけど鹿児島空港にあれですね連れて行ってちょっと案内したいですね本当ですかいいですよマナミントだったらどこでも行きますよそういうことですか <laughs> えー、リーパさんも、来てまますすああちゃんんんんさもこばはりがとうございます、えー、レーニンさん、ポッドキャストはどこでどうやって聞,けた、はい、聞いたらいいんですかって来てますがあの一応、iTune でもポッドキャスト登録しようと思ってるので iTune のポッドキャストを探してもらえれば大丈夫じゃないかなと思うんですけどんなん iPhone 持ってる方だったらもともと入ってますよね、そそうそうアプリが,プリがポッドキャストのアプリがあるので、はい、それで。 できるよよううにしようかなと思ってますえ彼、ー、氏さんグラ,ン、はい、グラウンドさんから声かけられてものこのこ行かないでよんグラウンドさんあこのあれだね空港整備の人あ<ー>マナミはずっと、うん、ギノワンスタッフでいてくださいついていきそうな感じがしますねマナミいなくなった山内が泣くよって <laughs> リアルになくよからないじゃないですかでもその人たちに 山内さん泣くよって言っても。んってなるかもしれないじゃないです。かあのその人たちに行ってないです。まなみに行ってるんです。その人たちに行ってももちろん意味ないですよ。ああ、誰かからお酒を泣いてるだねぐらいの。あの人が悲しむのかで終わりますよ。終わりますよ。しょうがないよねって。この給料もちゃんとあげられないんでしょうみたいな。そうですね。 だからマナミンがちゃんと山内さんが泣くよそうですね。はい。でちょっと検討します。はい。パパイヤさんどうでもいい話ですが、マナミンさん午前零時の空腹感作ったんですか。ああ。あ作ったんですが、今メールで送ってもいいですか。おおすごい。どういうこと。あの FM ギノワンの月曜日の番組だったかな。はい。で。 午前0時の空腹感っていう、う、あ、違うテ,ーテーマを立てたときに、うん、この「午前0時の空腹感」っていう答えが来たんですよ<ー>この頃なんかいいねっていう話になって、いいね、なんか歌とかにありそうみたいな話をしたら、うんいいね、パパヤさんが「うん、じゃあ作ろうか <laughs>」みたいな歌,歌だったかななんかこの頃よくないですか 午前零時の空腹感ってなんかありそうじゃないです何かのタイトルになんかあの西のカナとかが歌いそうね <laughs> 空腹感ですか <laughs> なんか恋愛と絡めた <laughs> 今外見てくださいうわびっくりした <laughs> あうわなんか <laughs> 危ないスタッフに向けて言ってはいけないことを言いそうになりました <laughs> はい、ええー、ありがとうございます。はい、<laughs> じゃあ、あぜひ送ってみてください。はい、はい、ぜひぜひ。ええー、なるとらさん。さっきの。電車のこと。羽田空港。はい。電車アクセス特急というのはですね。京成電鉄の羽田と成田を結ぶ電車。うん。って言われても、全然ピンとこない。そうですね。うん、羽田。 羽田にも行くし成田にも行くみたいな感じです<ん> <laughs> 羽田行きしか乗ったことないからそうだねはいえっとですねパパイヤスさんセントレアのドリンク飲み放題のラウンジ入れるけど、はい、いつも早朝出発にしてるのとそこに行ったら飛行機乗り遅れそうでいまだ利用したことない このドリンク飲み放題のラウンジとかっていうのはあれですかビップあれだ、あのカードのビップ扱いでしょとかのとこですかね、すごいね。うん、好きはもちろん持っていあれですよ、父がまず好きなので、すげえ、くそ v i ではないですけど、なんていうんですか、あれマイレージカードのやつで。 入れて、うん、はい、家族んなんていうんですか家族カードみたいなやつで入れます。いつも入ってる？たまに。それ長空港でも。一人で一人旅とか行くときは、うん、入ります。入って何してるんですか？飲み放題のなんか飲み物飲む？あ飲み物飲んで、うん、で充電もできるし、うん、あとピーナッツ食べます。<laughs> 同じ、同じピーナッツ食べる。あるんですよ。ピーナッツが。ピーナッツ。ピーナッツしかない。あ、ピーナッツ。ピーナッツしかないんじゃないですかね。あるってなんですか。置いてあるんですか。なんかカゴみたいなのに置いてあるんですか。パックみたいな。袋袋です。タッパーみたいなのに。タッパーじゃなくて。あれなんていうんですかね。あの袋普通にお菓子が置いてある。おつまみみたいな。 ピーとかがいつも入ってそうな感じのやつでおつまみミックスみたいなのがあっておいてあるんですよ無造作にかう並べて並べて飲み物とかが自由に取れるコーナーにあなるほどあでも一回だけんか早い早い早いね えっと、何でしたっけあピーナッツの話だはい,はい、はい、このラウンジで、うん、そのいつも行ってるラウンジよりもうワンランク上のラウンジに入る機会を父から得たことがあったんですはははいはい,はい、はい、特別にうん、うん、特別にという、うん、そこはパンもありましたよパンもあったし M&M、うん、の,のチョコレートもあったし、うん、あすごかったですねお酒とかも。 お酒もあると思いますよあっち普通にお酒飲めますよへーすごいねちょっと入ってみたいなビールとか飲めますよあれ今度島もあるかな島はちょっとわからないです私飲まないのでだって空港でしょ奈波空港でしょあー島ないとちょっとそうですねまあビールでいいんじゃないですかあこはるも来てますこんばんはありがとうねははい。い。 すしいですね。嬉しいねおなじみの顔がたくさん。ブロックありましたっけって小春ね、<laughs> 多分ね、分あれ、全然生まれてないよ。本当に。私でさえ、多分あれ、小学校入る前とかだった気がする。違うかな。いや、そうだよ、よね、20年前だもん。20年前、はい。うん、20年前。年前9歳だ もう25だその時20年,も20年前25だろたらそんなにでも<お>この今の那覇空港も経つってことですよね,ね20年経つんですね最近の感じだけどな<ー>、えー、小春がね空韓国の空港が他の塔に移る時地下鉄で移動でしたへ<ー>あこれ広すぎてってことじゃない すごいなんか羽田もあれよね第一弾とか<あ>第二弾とかみたいな、はい、ターミナルが違いますよねターミナル違うよね ANA と JAL でも違うしねあれいまだにちょっとあんまり理解してないんですけどうんえ言われるがままに、うん、乗ってるんですけどわかる電車あれ羽田空港前みたいなとこもあるさはい、はい、どこやねんって思うよ <laughs> ど、どこの羽田空港みたいな、どこの。どこに、こっちで降りるのかっていう。ああ、はい。とりあえず、なんかいつも、ここで降りたら、大丈夫だろうっていうので。一応。大丈夫ですよ。あ、でも、僕一回間違った。間違いました。恥ずかしかった。誰も降りんわけよ。はい、誰も降りんけど、とりあえず、俺は降りるよっつって。はい。降りた。どこで降りたんですか。なんか。整備場。整備場では降りないですよ。さすがに。 あのなんかね <laughs> なんか似たような名前のとこ羽田空港前封じのとこうーん分からん、えー、整備場じゃないですか <laughs> 整備場いくら俺がアホでも整備場では売りないでしょ <laughs> うん,なんか名前が似てるって言ったらそれくらいしか思いつかないなと思ってへえーはい、なんかおあれですねこの沖縄県民らしいちょっとこの羽田空港の 捉え方。<laughs> <laughs> えーっとですね、カープボ,ボイさんから、はい、来ております。はい、そういえば、空港、空港関係ないけど。パンツコンビですね。<laughs> これ持ってくるんですか <laughs> <ー>。そうなんです。えー、っと、ポッドキャストを聞いてる人とかね、はい、今ツイキャスをご覧の皆様はですね。僕らがパンツコンビと呼ばれててですね。えー、っと。 まあ僕というよりはマナミンが本当にパンツが好きというえ、なんでそんなこと言うんですかあごめんなさいかイメージがめっちゃどんどんついていっちゃうじゃないですかあっパンツたら人間っって、はい、そうだねでも決してそんなことないんですけどね でもほら嫌いか好きかで言えばっていう話ですけどうん、うん、パンツに嫌いも好きもないじゃないかなと思いますみ皆さんどうなんですかねじゃあみんな好きですよ好きなんですか好き好きえどういう感情です <laughs> 好きだなっていう <laughs> マヤミンが空港好きみたいに、はい、僕らはパンツが好きなんですよえ <laughs> <laughs> 衝撃 <laughs> <laughs> 衝撃 <laughs> まあいいやパンツの話は今度しますね、はい、ちゃんと長く取ってね、はい、えっとちゃんこさん、はい、来ましたはいかっこいいコメントはいラ,ラスベガスのマッカラン国際空港は空港でカジノかっこスロットやれますおお<ー>すごくな、ね、い、まあ、海外となるとやっぱそういう施設もつくんですかねね へーすごいえっとねあのメールも来てるんですよ、はい、で、はい、えっとねパパイヤさんはい、えー。こんばんは沖縄 T シャツパパイヤです午前0時の空腹感の歌作りました短めですが <laughs> ボカロで作ったので著作権フリーですはい。えー、作詞は私で曲は旦那が作りましたということでじゃあ聞いてもらいましょうい早速、はいえー、ボカロで作った 午前0時の空腹感聞いてください。 すごいちゃんとしてましたね。ねえこれ。午前零時の空腹感。これ、すごいわかりますよね。わかる。わかります。食べます。午前零時。ぜ絶対に食べないです。うん<ー>。食べるんですか。私食べます。え、嘘でしょう。負ける。はい。まなみん食べそうにないけどね。あ、もう。負けますね。何食べますか。おかしい。<laughs> <laughs> 最近も。はい。 あと割と食べますよはいそう最近全然<の>太らないねいがあいやいやそんなことないんですよそんなことないっすかはいちょっとだからなんかうん我慢し,しなきゃって思いながらでも我慢できてないですねそうですか <laughs> 我慢しようぜ我慢ししたいんですけどね寝たらいいんだよ酒,酒飲んだら大丈夫よ あ、お酒飲めばいいってことですかそう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 でもまたほろ酔いとか飲んだらダメよあのすごい砂糖入ってるからあれはまだ絶対まだお菓子の方がいいとあ、何飲んだらいいんですか島島はちょっと青森あそっかちょっとまだ入り込めないところですね飲んだことある飲んだこと一応ありますよいついつかはもう分かるでしょまず近々飲んでごらん飲もうああはい ちょっとでもちょっとだったら多分ちょこちょこ飲んでますよなんかこれ味見し,してみてみたいな飲み会とか行った時に、うん、あこれ味見してみてとか言われて飲んでうわーって言って終わるみたいな感じそれがですね、はい、ちゃんと水割りにしてお、はいあ美味しくしたら案外飲めるかもしれないってことですか、ね、そう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 ,う飲める飲めるうんちょっとねあのーはい 本題からずれちゃったけど、あの、パパヤさん、すごいね、これ、みんな、すごいって言ってる。はい。いい、すごい、歌作れるってすごいです。すごいね、もしよければ、このどうでもラジオのエンディングとか作ってほしい。あ、そうですね。あ、いいですね。著作権フリーだから、全然流せる。ね。はい。ぜひ。あ、面白い。お時間ある時に、でも、いいので、よろしくお願いします。ジングルとか。はい。あ、いいね、ジングルとかね。 えーっとですねカープボエさんから致命的なこのコメントが来てますけど真波、空港好きって言ってる割にマニアっぽくは聞こえないですね。あそうですかあんまり詳しそうじゃないように聞こえますあ確かに詳しくはないのかもしれないですけど、うん、あん空港に対する気持ちはすすごいあります空港に対する気持ちはある。 空港,はい、空港に対する気持ちは熱いですよそんな間に合うほど知ってるわけではないけど、はい、ってことよねそうですねでも、うん、じゃあさ、はい、空港と、はい、えっとええまなが好きなやつだよ空港とスヌーピー、はい、もうどっちかなくしますへ<ー>へそれはちょっときつくないですかどっちかもなくすへ<ー>どっちがいい

どっちかえどうしようでもカレーめっちゃ好きなんですよねえれてて空港とカレーどっちもう一生食べられなくなるカレー一生食べれないんですかカレーでも空港なくなるんで世の中どっちがいいえこれああどうしよう空港すはい空港空港残すあマジカレー食えないんだよカレーは仕方ないあの他にも まあ、あ食べ物好きなのはあるのるで <laughs> <laughs> じゃあ空港と思いついたパンツうう、はいはい、あそしたらもう空港断然空港を残しますよねパンツもなくなるんだよ自分が履くパンツもあそういうことか <laughs> そ,、ね、あそれはちょっと世の中に存在しなくなるんだから、はい、あそしたらじゃあそれはちゃんとパンツ取らないといけなくないです <laughs> ほら <laughs> これはちょっと卑怯落です。引き落の作家作家。メールも来ているので紹介しておきましょうね。メイちゃん。山内様、まなみ様、こんばんは。ポッドキャストの新番組、カッどうでもラジオホスコメでどうございます。はい、ありがとうございます。名前当たってる？って来てるけど当たってますせ。当どんな番組なのかなと初っ端から聞いてたらトークだけの60分なんだね。テーマを設けていろんなことを話す番組なんですね。 とりあえず毎週土曜日、週一やる感じでしょうか。スケジュール合わなかったら収録放送していく感じですか。そうです。はい、毎週一回。とりあえず収録放送して、うん、ちゃんとね、僕らもあのなんていうんですかね、休むとかっていうのはもう嫌いなんでね、放送を <laughs> ね。はい。とりあえずプロですからね。そうですね。プロプロやってます。プロ根性はい。根性を見せて。はい。あの病気でもやりますよね。 <laughs> 声かれてもいいですかじゃ <laughs> 病気でもよいです病気高熱の中じゃちょっと食う感じで空港空港は地元民でもめちゃくちゃな楽しめますよね<あ>空港にしかない店舗や絶品のお店などなど、はい、私の中で那覇空港で寄ってほしいのは 牧師の市場にも店舗があるポータマサンドの専門店あ、はい、いろんな種類があり普通のポーク卵おにぎりよりもちょっと高めな金額ですがめちゃめちゃ美味しいですということで、えー、画像も添付されているんですがはい、えー、あもうこれ私は食べましたよどうでした美味しいいですえそうなのはい、ポータマ ポータマポポーポータタマそうそうそう、<laughs> ポータマ。そうそう、ポータマ <laughs>。思わずちょっと略してしまいました。<laughs> 今時の子はポーク卵ポータマっていうの <laughs> 言わないかな。定食どうすんのポータマでっていうの、食堂行っても。食堂行ったら食堂に書いてある通りの名前を。<laughs> 食堂にポーク卵って書いてありますよ <laughs>。<laughs> <laughs> えーでも美味しいの本当にこれゴーヤーの天ぷらが乗っているポー玉,ポー玉島豆腐の厚揚げと自家製味噌チキナーもありますねエビのタルタルソースエビ,エビ食べましたエビ美味しい美味しかったですえでもさでもボリュームがすごいんですよへえー、ポーク卵の良さが消えません あ消えはしないんじゃないですか本当ですかプラスプラスになるうんだと思いますそうなんだ人参シリシリが入ったやつとかも美味しかったですよえはいナーベラ天ぷらと自家製油味噌おおとかそれは食べたことないですねあと魚フライタルタルシマラッキョウあしえーシマこれ消えない完全にそうですねそうですね ポークと卵のあの絶妙なバランス感がでもポークなんだかんだ強くないですああそう、うん、強いな気がしますけど、うん、どうなんでしょうかうちょっとね食べてみるか、はい、じゃああはいいろんなとこにありますしねポータマこのお店空港以外にも、ねはい、昨日にもある昨日はちょっとないですね 那覇にあるチャタンあ、マジあります。へ、えー、行ってみよう恋愛物資さん、久々に来てますね<ー>ありがとうございます、はい、局長さん、石坂さん、お久しぶりです元気ですか新番組なんですねプロ根性でチョコもくらっ配ってくださいね局長、今年もいっぱいもらえそうですか今年、僕一個だけマナミンからの本命チョコだけですね <laughs> いや、もらってましたよ <laughs> <laughs> 暴らさない方がよかったですはい、はい、わざわざ言うっていうのは、はい、それで行こうぜっていうことでしょう失礼しましたちょっとそういうのわからないああ,あそっか空港の話だったんですけど、うんうん、空港の話あそうそうじゃあさ、はい、えーっと空、うんこうはい 空港でだからどんなデートで空港行って何をするんですかどんなことするんですか空港楽しいですって言うけどはい一体全体歩,<対>歩く <laughs> <laughs> 歩くあ空港の中歩いてるだけで楽しいじゃないですか <laughs> それ <laughs> これさ飛行機乗るという前提があるから楽しいんじゃないの あまあ、そ,れその全体があっても楽しいですけど、うん、それがなくても空港行って,なて空港には,、まあ、要はまあ飛行機に乗る人たちこれから旅行に行く人たちとか到着した人がいるじゃないですか、うん、あの雰囲気がまず楽しくてうんうん、うん、人がいっぱいだからはいその人たちも,なんかもう空港にいる時からもう結構もう非日常感みたいな感じになってるじゃないですか。 格好とか格好とか、はい、うん確かにあの楽しそうな感じあれ見てるだけでもなんかもう自分もちょっと旅行行く気分になれますし、うん、あとやっぱりあの飛行機駐機場見たりとか飛行機飛ぶのを見たりとかもできる展望台もあるし、うん、展望デッキ展望デッキは椅子はあったかなちょっとうんあでもありますあります中のところ。 <laughs> でそこで椅子に座って外にも出れるし、うん、まあ中から見れる場所もあるんですよそこで見て話してるだけでも楽しくないです友達とはよく行ってましたよデートで行ったことありますかデートであるようなないようなえ<っ> <laughs> <laughs> 覚えてないあとかなって思っていや旅行に行くときになんか ほらだからこれはあれでしょう旅行に行くという前提があるから楽しいじゃないですか仮にそれがもしデートのお誘いで空港はどうってなっても私は OK、うん、まあね真波山は空港好きだからね、はい、あ空港あんまりそこまでうん,んっていう人だったらっ、うん、もう付きちょい。いやダメかもしれないですけど付き合わない付き合わない 空港、はい、ーデートとかもちょっと考えられない飛行機自体も乗れない,ってい,ないっていう人どうするあ男の人がですうんあそれはちょっとそうしたらもう私一人で旅行行くけどいいってなりますよ飛行機には乗りたいじゃないですかまあ、ねはい、飛行機には乗りたいからそしたら一人で行きますねちょっと付き合うその人がよければ人があ人じゃあその <人 S 1> <laughs> 空港はあまり関係ないんだ。うん、そうですね。そうですね。神穴を部下と上司的。<laughs> そういうのわからないと。本当よね。えっ、ー、と、レイニーさん、はい、整いました。貴重ではないパイロットとかけて、おしゃれと得その心は。どちらも。副操縦士でしょう。<ー>うまいね。いうまいですね。 どうですかこの空港謎ぞかけ、はい、空港謎かけあいいですねパイロットって出てきたあたりが <laughs> この番組続くかなってきてます、はい、あもうしってる <laughs> 俺なんか楽しいからねああ、はいうん、そうです最近この 放送で話したこともなかったのでそうそう。あとフリートークの番組って意外とちょっと僕らはやらないなと思って、ね。そうですね。はいはい、完全に今 B. G. M. もないですね。うん、B. G. M. もない。はい、で。空港の話をですね。うん、<laughs> 今日が最終回になる予感ってきてる。今日はいい始まりだと思いますけどね。そうそう、僕らはね。うん、あの、まあ、あのちゃんおかさんとか店頭さんにはちょっとわからないかもしれません。<laughs> この。 このニュアンスが。強気に出ましたよ。いやまあおじさんたちですからね。はい。えっと空港そっか。空。彼女がもしじゃ空港デート行こうって言ったらどうします？もう百パー行きます。全然。なんでですか？空港。僕はあの誰とでも楽しめるので、あ彼女とだったらどこでも何しても楽しめるので。 うん、別に空港じゃなくて例えばどこがあるえっと港行こうって言っても OK ですし魚<ー>市場魚市場はい行こうって言われてもああ<ー>全然 OK っていう,う,うああそっか行きたくない場所ってなんだろう彼女とここはさすがに連れて行かれたらちょっとなあみたいなないんじゃん公園もあれですよ、うん 公園も全然公園なんて逆に率先していきますけど<公園> <laughs> どこがあるだろうあるありますかね行きたくない場所行きたくない場所えー、な何だろう心霊スポットああはい心霊スポットは絶対行きたくないいやはいでも彼氏では死に好きな彼氏あめっちゃ好きな人だとしても行かない、うん でももう、玉のデートがこの日しかない。あ、もう仕方ない。さすが眼光。さすが眼光ですねこ。怖いの、ちょっと。なん、なんで心霊スポットに行くんですか。う <laughs> ん。しん心な、なんで心霊スポットに行くんですか。<laughs> 心霊スポットはですね、ど、なんていうのかな、アドベンチャーなんですよ。<laughs> はい、ハラハラ、時々ハラハラしに行く。あ、だったら、別にディズニーとかでよくないですよ。 ディズニーほらめっちゃ金かかるじゃん。心霊スポットはもうあ,あじゃあまあディズニーが近くにあったとして。じゃあディズニー行きますよ <laughs> そりゃ。<laughs> <ー>はいえー、っとどうしよっか。あ空港が心霊スポットだったらっていうのが来てるんですけど。あ,ーどうするあー空港が心霊スポットだったら。うん、昼だったら一応行きます。夜はかな心霊スポットじゃない。 場所だけ行かない。あのもう全体的に。え全体的に？呪われてる。全体的に呪われてる空港だったら行かない。あんなに嫌なんだ。心霊スポット的なのが嫌なの。だなんで怖いところに行くかが意味がわからないですね。あじゃあお化け屋敷とかも行かない。お化け屋敷も行かないです。あれはじゃあ絶叫系も乗らない。絶叫系は乗る。<laughs> なんであれも怖い思いしに行くんでしょ。<laughs> あれもう一応自分の中でこれくらいだったら乗れるっていうのがあって、うん、それです乗れるやつは乗るで後で一応ちょっと後悔する時もあるんですけどはい,はい、はいはい、もう怖いやつとかはたまに一緒にまあ見たりとかしもうどうしても一緒に見ようとかなって見たらもう後悔します、うん、ああもう番組ってこと今テレビあテレビ番組とか映画とかああもう無理 あそうなんだ、はい、意外な一面だね<ー>えーっとですねーレニーニンさんから来てますよまた「整いました、はい、今日のどうでもラジオ」とかけて <laughs> モアイ像と届くその心はどちらもイースターと、はい、いいイースター島でしょう<ー>さすがレニーニンさんうしいですねカッしいですん どんな時に彼女連れていかなきゃいけない心霊スポットって何ってきてますね。<laughs> いや例えばじゃん <laughs> ね <laughs> そり<れ>ゃどうしたらもう私は断然行かないですよそりゃさ、ね、彼女をさ <laughs> 連れて行かないですよあのー、心霊スポットには。はいはい、たださじゃああれはちょっとサハダカな的なあの浜比ガ島とか。はい イケイ島とかは割とね、はい、あの霊感強い人と一緒に行ったら、はいはい、あちょっと待ってなんか見えるけどみたいなこと言われるんですよ。あ<ー>それどうですか？一緒に行く人によりますね。これは <laughs> <laughs> どういうこと？どういうことですか？これはじゃあデートで行くってことですか？はいはいはい。あデートで行く、うん、であそう夜よ夜。えなんで夜に行くんです？あでも夜に行ったや。 行 <laughs> ってるし。<laughs> 友達と夜行ったよ。行ったでしょ。はい、あっち夜も綺麗なんですよね。海とかなんていうの月に照らされて。でもちょっとそう綺麗ですよね。です,ですよね、はい。夜行きました。行ったでしょ。う行ったんですけど。でも今ほらあん時は知らなかったでしょ。はい、そういう島だって。はい。でもやっぱちょっと暗いのはでも怖いので。うん、ああいう時にそういう話をされたら、うん、もう。 どうしますはーってなりますはーってなるだけはーってなって後悔 <laughs> なんでなんでそんな話したのもう無理ですよね <laughs> えーっとですね恋愛物産から来てます、ねはい、好きな女性と焚き火を眺めるのはどうですかあ、これね、はい、僕さ 最近、はい、ソロキャンをやりたいな。ついに。ついに。はい、あの、恋愛物資さんは。どっちですかね、キャンプ。する方かな。あ、でもアクティブ。っぽくないです。行きそうじゃ。いきそうだよね。はい、あのー。最近ですね、その焚き火。キャンプファイヤー。っていうのがいいぜって。うん、いろんな人から聞かれて。はい。 であの僕の知り合いも。わかります。わかります。わかります。説明必要です。あ、いいです。大丈夫。じゃ、続けてください。はい。興味ない。あ、ります。あります。はい。誰かいる。き、なんか見えないものが見える。そんなことないです。逆に怖くないですか。怖いよ。だからなんか目線が、あっち行ったり、こっち行ったりとか、あ、僕なんなのと思って。 <laughs> <夫>僕怖いのこんな苦手なんですけど今ちょっと話 <laughs> 大丈夫です <laughs> 事務所が今見えるんですよ、うん、窓に反射して、うん、だからちょっと気になるんですよあっちが怖い話 <laughs> あ,あ,あんまりちょっと怖いのでも苦手なのでああ僕も苦手です <laughs> やめてください本当に <laughs> そういうの <laughs> リアルなやつあじゃあやめましょうはい <laughs> 終わりでですね、あの…キャンプしたことないって、はい、あのですね、結局この、こなんていうのかな、キャンプファイヤー見ながら、はい、星を見て酒を飲むっていうのが最高らしいんですよ。あ,あいいですね、うんはあ最、最高ですね。最高っぽいでしょうう、はい、ただ僕ひつ、もう極度の寂しがり屋なんで、それができるかどうかわからないんですよ。う だからソロキャンプ同士で隣同士で、はい、例えばマナミングソロキャンプ行くんだったら隣同士でテントやって行こう、うんはいはい、<laughs> お誘いですあでも一緒にキャンプ行くよりはでも私もそれがいいかもしれないですねなんか面白くない、はいうん、一人一人キャンプいや一緒にキャンプってじゃあどういうことテントに一緒に泊まるってこと ということになります。あの。でも、テントは別で、はい、テント別で、あの、自分で料理も別で,で、ね。そうそうそう。ということですよね。そう、うん。でも、同じ空間には人がいるから。大丈夫みたいな。なんか、ほら、酒飲みながらさ。ああ、でも、そっか距離感はどれくらいですか。あの、くっつくぐらい。どういうことですか。<laughs> 距離感はどれくらいですかって言うからさ。<laughs> じこのキャンプしてる、キャンプしてる距離感。あ、テント。はい、テント。テントは別に。隣同士です。うん、なんか。向かい側でもいいんじゃない、ちょっと話した方がいいと思う。リアルに言うと。ご自分へと、ちょっと、そしたら、そうですもんね、距離離れてなかったら、ソロキャンプの意味ないですもんね。十五六メートルぐらいでいいんじゃ。十五六メートル。要するに、例えば朝は、俺はもう早く起きるじゃないですか。あの。 おじいだからでマナミは別にゆっくり寝ておけばいいさそこに俺は何か一緒にいたいのはその焚き火だけなんですよ。なるほどえ焚き火の時間だけにじゃあ私が行ってもいいってことです行ってもいいけど焚き火あしでも夜ほら誰かいる知り合いがいるっていうのはでかいじゃんなんかあった時にマナミに「マナミ助けて」って言うる私助けられない幽霊とか出た場合です はいあでも怖いうんそうですねそういうの考えると確かにソロキャンプは一応興味あるけど怖いでしょう。怖いんですよねでしょはいだからあのとりあえずじゃあキャンプあえっと焚き火だけ参加します飲まないじゃん飲まないおーまあまあまあそうお尻が的なねあははは よく分かってらっしゃいますね石ころさんはそれはでも私はどうも助けられないですよただトイレは向こうですそれでもいいんですもう誰かいれば不安じゃないんです <laughs>、はい、どうにかなった時に救急車呼んでもらえればいいからだから大丈夫じゃないですかああじゃあそういうちょっと保安要員的な感じいたほうがよくないそうですねそしたらでもソロキャンプの意味なくないですか<ん>でもほら 眠るときは自由だし起きるのも自由だし、うん、別に飯食うとかも全然自由なんだけど、うん、ただキャンプファイヤーのときにいてほしいわけ、はいうん、まあ食べるときも一緒でいいんじゃん、うん、食べるときも別に、うん、<laughs> そうですね極力気を使わないああはいわけですようんうんわかりますそれはでしょ タイプ。じゃあ,あ<の>ソれキャン行くか。<laughs> それはちょっと。<laughs> なんでやんねん。今の話の中で。<laughs> じゃあいつか。行<い>く。<laughs> <laughs> <laughs> あれですよ。寒い時がいいらしいですから。<laughs> ああタキャンプは。うん。キャンプ,、うん、ャンプはい。あのね、だいたい夏にやろうとしたら失敗するんですよ。うん。 しもくるし夏はちょっと、うん、そうですね。暑くて寝られんし。はい、だから十、冬ですね。十一月か十二月ぐらいにやりますか、まだね。覚えてたら、はい。<laughs> 覚えてたら、僕が覚えてますか。いや忘れるかもしれないじゃないですか。忘れないです。はい、ソロキャンあ。タイミング見て、はい。<laughs> 絶対うんって言わん。<laughs> 嘘でもうんって言っちゃいいんだよあい。はいまあねだからちょっとそれたけど何でか俺がなみを誘うあれになってんだけどソロキャンだからやりたいんですよあ、の恋愛物資さんがキャンプの話そっかデートの話からあれしちゃったああの焚き火本当にいいらしいですからねちょっとあ焚き火焚き火 眺める会やりますなんか。ポッドキャスト。え、なんか。うん、な、なんか <laughs>。スタジオ。あ、スタジオは。無理じゃないですか。かかすあの、どっかできるところを使って。うん、なんかもリスナーさんとかも。みんな集まって。あのみんなで焚き火を囲む会。<laughs> <laughs> <laughs> やってみますか?。 楽しいかもない <laughs> 面白そうじゃないですか僕はですね、うんはい、あのー、あれなんですよねちょっと浸りたいでもあるんですよ、うん、音楽聴きながらああ<ー>その時はどうしようかその時はソロキャンディーだっ人でちょっと別の場所に移動して遠くから焚き火,火見る <laughs> また別のところで焚き火する <laughs> <laughs> ちょっとわからないけどやってみるかはいやってみてくださいうんはいじゃあ何で俺が一緒にやりましょうってあるでしょそうで一緒にやりましょう眺めるかはい焚き火眺める会やりましょうオッケーはいえっとですね武蔵さん最近ちょっとあの噂になってますはいはいあの山内さんマナミンから本命バレンタインでチョコもらったのはい 僕は残念ながら去年同様誰一人からもらってないし子どもの頃から大人になった今までもらったことないですね <laughs> はい職場では僕以外はみんなもらってるさ爽やかな、ね、<laughs> 爽やかだね、はい、爽やかですね僕がイケメンではなくチンパンジーに見えるからかもしれないですね <laughs> チンパンパジーには 見えなないいんじゃですすすかか武蔵さんははいそううでででねどあ、もこれちょっと知りたいんですよんか男性はバレンタインの日になったらなんかそわそわするっていう話を他の番組でも結構しててその時の心持ちってどんな感じなのかなと思ってあ僕はもうやっぱ朝起きた時から「あ今日はバレンタインだ」みたいなあるんです あ、まなみからもらえるはずなって思います。この2年ぐらいは。う<ー>ん。<laughs> <laughs> あ,あ、もうあれですか、あ、なんか、あれでしたね。もう、もう相手にもしない感じですか <laughs> <laughs> あそ。そんな感じなのかと。<laughs> あ、なんか、そんな、なんか、ちょっと、あの。安いチョコあげちゃったなと思って。<laughs> <laughs> でもそう昔はちゃんと、はい、ちゃんとって言ったらあれですけど、うん、あの作ったりしてたんですよ、学生の時とかは、うんまあ。もちろんあげる相手は友達だったんですけどここ数年、なんかそういうのもやらなくなってわ、うん、かる、でもさこれ着てるんですけど、ナルトラさん、はい、ただ会社内での義理のもらい合いは嫌だなってわかる。 だから義理チョコでもなんか嬉しい時ってあるんですかありますもちろんそれはですねこっちの捉え方一つああそっかその人の捉え方で変わりますもんねそっかルトラさんはあのさ義理と思わなければ大丈夫よねさっきみたいに俺の天海これ本命だなって思えば全然このもらった人のなんだろう 感じ方ですもんねそそそうそうそう,うだから僕はあの本当にナミんから本命だと思ったから、はい、ツイッターにもちゃんと上げ、はい、あげるしてツイッター上げてましたよねはい、あのー、非常にその日一日はウキウキしましたから、はい、ああそうなんですね、うん、あだったらよかったですウキウキを与えられたなう。うん、でもこれギリだどうせギリだしになってもらったら別にウキウキもしないじゃないですかうんまあギリだけどラッキーっていうのはないんですか あるけどなんていうのかな今回の場合って僕もらいに行ってるじゃないですか。でしたマナミんが小春か誰かにあげてて「これ何?」っつって「よければもらえます」でしたよね。よければもらえますというなんというこのついで感というかなんていうのかなギリ中のギリ感というかじゃないですか。だけど僕はそれを本命チョコマナミンんは。 あえて照れてる今って僕は思いながらもらったわけですから<ー>いいでしょすごいいいですねすごいですそうギリチコでもハート型のチョコなら嬉しいよねわ、はい、かるわ、ね、うんハートだった、うん、お菓子でしたけどあなんだろうなんか駄菓子でしたけど一応あのチョコ可愛かったですよね可愛か,かった可愛か,かったユニオンです <laughs> <laughs> でか。<laughs> 僕が本命だと思ってるの今切り崩しにかかってるんですか。<laughs> あ全然違います。違う今むしろあれですよ。み皆さんにお勧めしたんですよ。あのあ,あの可愛いチョコがユニオンでくれるんですよ。ね、はい確かにあれいいよね、うん。あれめっちゃ可愛かったですよ。えとですねナルトラさん本命と思える人だったらいい良、はい、かったけど前にいた会社の書部署の年上<ー>みんな年上のお姉さまだった。 それでもね、<ー>いいじゃん。どれくらい年離れてたんですかね。うん。うんでさぁ、武蔵さんがね、はい、山内さん、改造計画よろしくお願いいたします。ーコーディネートお願いします。はい、FM ギノワー &FM 小座で合コンパーティーしたいな <laughs> ああなんかこれどこかでも聞いたことあるような。あのー、あれです。企画会議の時。あー、会議の時。うん どうしますやりますこれどんな感じで例えばやるんですかやっぱ独身でパートナーがいない人意外といますからその人たちが参加してもらってマナミンは今これ言う言うあいいですよはい今独身で彼氏もいないしもう言うことにしましたどういうこと若くしてたわけでもないんですけどそうよね でいないじゃないですか <laughs>、はいはい、だからナミ、ま、んはもう女子の女子側として出る、はい、参加ですか参加ですけどやりますなんかとりあえずなんか中間に立ちたいですなんか見る側 <laughs> 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 見る側楽しそう見る側に立ったとしてももしかしたら武蔵さんとかは全然口説きに行くかもしれないですよ<ー>普通にまあ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 はい あの独身多いですからうんでもちょっと楽しそうだなって思いますまなみ司会者やる参加してみますはい司会司会は何司会補助くらいですはいレイヤベさんしたいしたいって,って <laughs> ああでもやったら面白そうですねでも確かに今こうやって話してたらちょっと参加しても面白そうだなって思いました面白いはずうんはいねあと誰がいるんだろう女の子 ああースピナとかかぐらい女性は結構いないんじゃないいなくないですかあと誰がいるあかりんとかもダつよああこれこれ今公共でバラしていいんですか全部あの人はみたいなそうだねやめとくかそうだよねああゆみちゃんもそうだねああ 結衣さんとかそれこそすごいもう花じゃないですかそうだねもっとそうだねう <ん S 1> <laughs> 確かにない<や>はい何名何名ですかちなみにもうめっちゃ1010 10 10くらいですいや10はもうちょっと面倒くさいか55ぐらいでいいんじゃない <うん S 1> その中に山内さんいてもいいのかなっていう話ですよああ <ー S 1> その相手方入りたいんですか一応当たり前じゃないですか希望としてはあじゃあ入っていいんじゃないですかいいね でも、もう例えば五五だとしたら女性はみんな僕のこと知ってるじゃないですかしたらもうこの男子枠は一人消えることになるんですよそしたら俺行って何が楽しいかってなるねなるねみんなスタッフとか関係者なんでしょうああそうですね口説けないじゃんそうですね立ち位置がちょっとあれですよねああでも。 そしたら、逆に私もスタッフいいんですか。もう別にスタッフ同士でもいいんじゃない。ああ。ただほら。それぞれのスタンスのあれで、僕はやっぱりスタッフはちょっとね。手出すあれにはもう見れないので。結局。なんかスタッフとパーソナリティでも。いいんですか。あ、全然いいんじゃん。はあはあ。 どうですかなみをなんかあん、うん、そっかなんか仕事で関わる人をそういう対象で見ることがあんまなくて、うん、って考えた時にあこれ私も参加して意味あるのかなって思ったんですよそうだよねはいなんか逆あれになりそうですあのパーソナリティさんの接待みたいな何だあかるわわかりますかわ、うん、かるわかる。はい いいよだからそれは俺がやるよ、うん、結局司会と <laughs> 司会進行山内さん、うん、はいあじゃあその日だけじゃもうちょっとスタッフ感をなくすなくす、うん、これでやってみるどうでもラジオのパーソナリティとして参加するあとスヌーピー好きな女子として私スヌーピー好きですっていうはあでやるはい <laughs> そうですね <laughs> この時間はあれですか合コン会議ですか <laughs> って来てくるねごめんねなんかね <laughs> こんな感じで自由にちょっと喋れる番組にしたいなーとああおゆきさんいいじゃないですか、うん、それこそ婚活サロンのそうそうそう上手だからねで僕が盛り上げて、はい、でそれがいいんじゃないですかうーん すね形になってきましたね一回やってみようかはいこれ男子のメンツによるけどなどうやって選ぶんですか石ろさん今めっちゃやばいですよこのツイキャスで見てる人だからね石ろさん来るかなはるばるまず開催場所からですねやっぱ技能はンんか小座じゃないまあもしさんは多分 武さんも来るかな本当にこれは希望性ですあゃ希望もちろん希望性かで5名って決めるので、はい、もし5名以上になればもうあれよね、えー、ドラフト <laughs> ドラフト女子側じゃないですか女子側のおおすごい女子側すごいですねやばいねはい女子側怖六 <laughs> <laughs> 6人来たとして1人弾かれたらデジかわいそうだな、はい 男子には選ぶ権利がないんですね当たり前ですよ男子 <laughs> あ<ー>あ,あ<ー>そっかナルトラもそうだしねいい枠をあれしてきましたね、うん、いじられ枠ただナルトラはですねあれなんですよ飲みすぎたら寝るからもう一切役立たずになるんですよ <laughs> おも,もしかしたらそうやって寝てるところにキュンとくる人がいるかもしれないですよ きますかね。うん、多分。きます。きます。き <laughs> <laughs> ますって。いやだからわかるよね。わかるよね <laughs>。<laughs> 今ちょっと話のあれが。ああえっと。 恋愛物資さん仕事から始まる恋もいいと思うな <laughs> <ー>恋は突然始まりますだから楽しいああ、なんか恋愛物資さんらしい、ね、らしいですねうんどうですかわ<ー> <laughs> からないですねあるんですかねあると思いますよ <laughs> 僕は結構職場での出会いは多いですけどねうーん今までも結構多かったけどな職場ああ ない,ないですねどうやって出会うのじゃどうやって出会うどうやって出会う今時の若者はあそれ私も知りたいですね今度さあれやろうかどうやって出会うですとかなんか恋愛の話しようか、うん、<laughs> 今結構恋愛の話してますけどねそうだねはい運動コンパあ運動コンパでもいいねあいいですねフッ フットサルはどうしよう <laughs> ウォーキングとかどからであれじゃないですかどうすんのウォーキングコンパええー、じゃあ1キロ歩いたら別の人にチェンジみたいなあそういううか、か…そっかそうですねうん、うん、お、楽しそうじゃないでも、はい、一応1キロ歩いたら別の人にチェンジみたいなに交換…うん…うん で、一応1キロ歩くだから五人だからそうそう,そう5人だから5キロは歩かんとけこれ健康にもいい,い結構健康にもいい、うん、で、1キロってどれくらいあれですかね時間かかるのかな1キロはだと10分,ぐらい10分くらいじゃか10分くらいはお話できるってことですよねで最後にカップルはこの一緒に歩いて帰るな, <laughs> なんて平和な <laughs> はい。 健康。ああ、いいですね。あ、バドミントン的な。確かにね。バドミントンもいいね。あ,あ、バド、はい。やったらいいかも。<laughs> えー、武蔵さんが興奮してます。<laughs> えー、武蔵さんコメント。はい、パーソナリティの女性陣、みんな超絶綺麗だから、振ることはあっても、振られたことは百。こう、読めない。一 1> 1万パーセントないはず。<laughs> あ。確かに。 綺麗な人多いですよね。じゃあ、ね、パーソナリティ。うん。うん。確かに困ってないかもしれないですね。どうですかね。やっぱり困ってると思いますよ。意外と。困ってますかね。スピーナー困ってる。困ってる,っ困ってる。ああ、うん、そっか。へえ、そっか。でもスピーナーさんとか。全然。大丈夫そう。だって、この前さ、家に帰って一人。はい、あの。僕ら。ぼ目標、今年の目標を。 スピーナ彼氏を作る僕は彼女を作るなんですけどあの最近もできる気配がないってお互い言ってておうち帰ったら死に寂しい要するに一日の出来事を話す相手がいないの嫌だって言ってたんですよだからやっぱり欲しいみたいな僕は別にそんなしないからいいんですけどまあ欲しいっちゃ欲しいですけどね だからやっぱ困ってるんじゃないですか。でもその、その気持ちはなんかすごい。わかりましたね。あ、そうなんはな。は話を共有する人が欲しいってことですよね。あ。うん、やっぱ女性はそうなんだ。うん、な気がしますね。うん。うん全然ないですけどね。逆に。じゃ、あいいんですか。話さなくて。話さなくていいんですか。<笑><笑>なんかちょっと質問がおかしくなったんですけど。僕が。 なんかそういうい日常の話とか別にしないんですかいたらするかなみたいな感じいたらするかなーぐらいかなーーでもそんな話する人いなくて寂しいっていうあれではないではないねすぐお家帰ったらまず酒飲んとからにあれするから、ね、<laughs> 社協に相談したらって <laughs> 市民の困りごとになってますね <laughs> そうねいやまだ若いから大丈夫じゃないですか <laughs> えーと武蔵さん、はい、顔福山、キムタク、トム・クルーズ、菅田将暉、佐藤健だっけ <laughs> みたいな顔になりたい、なりたい、うん、女性一人くらいはなんとか相手してくれるかも <laughs> すごい <laughs> かっこよくてやるっていうわけにはいかないんじゃないですか、でもやっぱり。どうですかね かっこよくて性格悪かったらちょっと無理じゃないですただ顔だけが好きっていう女性もたまにいますからねあまあまあいますけどねあとはどうでもいいみたいな、はい、<laughs> どうでもいいはい。人いるよねでも実際、ね、あもう、まあ、いると思いますよちょっと若い人とかねまあ見た目の問題はじゃないっていうのは僕も思いますけどねめいちゃんも合コン参加すごい今希望者多くないですかうん。 話術、話術極めればルックスはさほどハンデにならんよ。<laughs> 石ころさん、ちょっとなんか上から来ましたね。<laughs> <laughs> あそう、MJ さんもだー。あ MJ さん。MJ さんもね。MJ さんはどういう、ああそういう枠。そう,そうそうそう。はいあのー、あ、いっぱいあるね。じゃあ、MJ さん、めいちゃん、んえ今石ころさん、<あ>武蔵さん、はい、もう4人じゃん。 もう埋まっちゃったんじゃないですかあキャンさんはそういえば参加しないですキャンちゃんどう思うあれ意外と俺参加しないと思うんだよなあーしないかなうんだってほらなんか意外とプライドちょっと高いさ <laughs> あーあこういうのに参加はしないよみたいなみたいなとこがあると思うんだよねあーあーキャンさん あ、石川さんダメって、えー、名護開催だったら来ますか、ね、<laughs> いや、石川さんも意外と照れやだか来ないと思うんですよ残念ですね <laughs> は<ー>、えー、めいちゃん、自分は笑顔が素敵な人で裏着ならない人がタイプですん<ー>いっぱい,いそうだけどたくさんいそうですけどねうん。

<laughs> なんでアルバイで行くんですか <laughs>。はい、理由聞いてますよ。アルバイの理由。<laughs> <laughs> 理由を聞きたがるんですよ、私。<laughs> そうだね。さっきからそういうの。はい、そうですはい。はい、まあまあまあ。あ、いいですね。県民窓口ラジオ。なんか結構皆さん、はい、あの恋のお悩みが多そうなので。やっぱこの時間帯になると皆さんもやりたがるんですかね。はい、なんか、ね、モーニングエイトでは全然やらないんですよね。あ、確かに。 モーニングエットの時にあんまり恋愛の話しなくないですか私のとき、ね、ああ愛美の時はね愛美にそもそもあれじゃないですか話しにくいオーラがあるのかなあ違う違う違う、はい、テーマをほらその辺で選んでないあ,あいやいつもパンツとかだからえパンツはあれ自分で選んでないですよま <laughs> <laughs> っすぐなご意見ありがとうございます <laughs> <laughs> そうあの ツイッターでそういえばこの今回番組やるって言った時に私はがきで手紙が欲しい、うん、<laughs> と思ったんで,しょいいですよ、ね。はがきのメッセージが欲しいと思って、うん、なので、あのー、今結構質問,質問じゃないお悩みがあったじゃないですか,、うん、なんかお悩みを <laughs> はがきとか手紙で送ってくれないかなって思いましたどうするそれさ、はい、はがきで送ってくれた人にはなんかじゃあ特典あげよう、はいはい、あいいですね、うん、何がいいですかステッカー、はい ステッカーあれ本当は二千円だけど、はい千円で売る。おお売るんですね。あ二千円ですよ。<laughs> あ違った五千円ですよ。五千五千円を二千円。二千円で売る。おお破格。<laughs> 破格何パオフかもわか,からない。わからない。きますかね。<laughs> ダメかな<ー>じゃあなんかあげようぜ。 はい、あ、そしたら、なんか来そうですよね、はがき。うん。あ、確かに、いいですね。ステッカーに、なんか、まなみんの、なんか書けば。座右の銘。スヌーピー、スヌーピー書きます。あ、いいね、スヌーピー書いて。あげよ。あ、いいですね。ちょっと、スヌーピー下手ですけど、いいかな、まあ、いいか。いやいえ。大丈夫、大丈夫。俺が書く。まなみが書いた封書して。そうですね。俺が書。 そうですねって言っちゃった。キスマークとかどうですかって。誰の？俺の？あ、いいですね。俺の、俺のはいいよ、ついつい。うん、いいじゃないですか。じゃはい、えっとじゃあハガキを。はい。えっと送ってくれた方。にはこれ何でもいいのハガキ。あ、何でもいいですよ。話題は話題何でもいいいいにします。うん。何でもいいです。もうハガキでもらいたい。ね。 のではがきでもらうって何ですか手紙でもいい手紙でもいい手紙でもいいそうスヌーピーと何かあのマナミン格言を一言つけてお送りしますのでああそうですねあのー、何がいいかなマナミン格言これあれよマナミンのどっかから持ってこないでよマナミンが本当に感じた格言あ私が感じたことを書くそうそうそう人生の中でステッカーに ステッカーに空港はいいとか。はい、まあこれ例えばだからさ、うんうん、本当にこれは書かないでよ。百均はい均<笑><笑>いいです、はい、<laughs> はい。ぜひ皆さん送ってみてください。はい、住所言える、うん？住所言えますよ。どうぞ。郵便番あ,あそっか, <laughs> かえっと裏 <laughs> あ<ー> <laughs> あ住所言わないよ。<笑><笑> <laughs> 俺が言いま。お隣はぎのあんしキユナ 1300あ1000139139 <laughs> 10の G タウンビル2階ですそうですはい FM ギノアンで電話番号しか今頭に出てこなくて <laughs> 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 郵便番号が出てこなかったんですよ <laughs> まあ郵便番号はもう書かなくてもね、はいはい、えー、ギノアン市急な沖縄県ギノアン市急な急なは、えー、喜ぶにともに名前のな 1039番地 G タウンビルの2階でございます。ぜひハガキ送ってみてください。漏れなくこの番組で読みます。どうでもラジオ当てですね。そうですね。どうでもラジオ当てで。うん。FM ワンと検索した方が早いと思うって言われちゃいました。確かにただね、昔風のこの漢字がいいんじゃないラジオの。 あれですね、砂川さんを意識してみましたよ。そうですね、はい、ちょっとね、僕はやっぱり、こうラジオを原点回帰したいために、この番組始めたいなと思ったので。はい、お便りで送る場合はみたいな。はい、はいお。すごい。パパイヤさん。いいですね。あげてくれてます。はい、ありがとうございます。九マル一の二二二二でしたね。郵便番号そうだね。覚えやすいんだよね。覚えやすかったんですね。うん。うん。 あの原点回帰をちょっと目指してラジオ行きたいなと思っておりますぜひどうですかいいと思いますいいと思いますか、はい、ちょっといいこと言った,たはい<笑><笑>あもうすごいいいこと言ったと思いますありがとうございます、はい、じゃあそりそり終わる <laughs> そうですね、うん、もうかなりやってるよ三十分くらい延長しましたよね 1> 1時間やる予ただだからポッドキャストだからこれでもいいかなとちょっと乗れがあれだし、ねはい、ちょっと疲れてるときはね早く終わってもいいしエンディング曲はですねどんなのでもいいですよあのなんかジャズがいいかちょっとはいかっこいいジャズ風なう、ねうん、レトロジャズみたいなはい、うん、ちょっとレトロがテーマですかねこのあっちゃんから来てます<ー>どうですか格言 考えとく今はいいいよ時間があるから考えてみて、はい、今。えー、っとですね、じゃあ、えポッドキャストように編集しないようにこれやるラジオなんですよ。だから音楽も鳴らさんし、CM も入れんりし、えー、そのまま今、録音してる、うん。これがそのまま乗りますよ、か録音するの忘れちゃった。はあ、YouTube から撮ろうね。<laughs> 今びっくりした<ー>、ま、いつも優しいまなみんがめっちゃ怖かった今 <laughs> 怖くないですよ <laughs> びっくりしましたただただ今さ、はい、USB は刺さってるのに点々になったまま <laughs> これ番組の収録だったらめっちゃ怒られてますねそうだね、はい、やばいね <laughs>、はい、まあまあ,あの YouTube から撮ってですね流しますのではい ファイブ今日の1時間半のラジオやってるの<あ>今日の格言このタイミングでツイキャスが切れましたあじゃあ今日の格言は今日の格言大丈夫ですか言えるはい今日の格言大丈夫はいオッケーじゃあエコーでいきましょうまなみんのどうでもいいラジオ今日の格言とど失敗する日もあるさ <laughs> 意味なんすか、この意味、失敗してるんですかムサ <laughs> さんにムサシさんに向けて <laughs> <違う笑>じゃあ最後、オープニング聞いてください、今日は, <laughs> は <い S 1> じゃあ、みなさんありがとうございます世の中は、どうでもいい話で溢れている <laughs> <な>色恋沙汰やら落下流水 <laughs> そんなことは、どうでもいいじゃないか さあ、始まります。F. M. ギノワン、どうでもラジオ。